姫が大阪弁を言います。何やて。こんにちは、Rです。スプラトゥーンは社長サダンの団長 R でございます。今日はこちらですね。じゃじゃん。てかね、すごい人から来ましたよマジかよ、本物だったらやべえよみたいな、この方です。じゃじゃん、のびのび太さん、ありがとうございます。知ってますよ、のびのび太さん。今回と同じね、黄色い服ね、昔着てた。今何色か分からんけどね。のびのび太さんから来ました。アルさん、スプラ2の小ネタです。ニュースの時、ガンガゼが来てる時に、姫が大阪弁を言います。なんやてってこと、調査お願いします。説明下手ですいません。いや、分かりやすいですよ。とにかく、今ね、ガンガゼが来てるんで、そこのニュースを見まくりましょう。関西弁か、なんて言うんだろうな。ちなみに僕は広島弁です。よし、行こう。はい、で調べ方なんですけれども、一回リセットを挟みつつ、ガンガゼのニュースをちょっと延々に見ていきましょう。はい、じゃあここから始めていきましょうね。ここからドゥッダンチクチクチッダンなあなあなあから始まって、こんちゃー、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。でレギュラーマッチ、ここではまだ来てないんですよ。ガチマッチの方で来てるんでね。もう何万回と見たな僕はニュースを。お、なんだ、ここでリリック思いついたんだけど恥ずかしくって言えないなあ。どんなこと思いついたんだろうね。それめっちゃ気になります。確かに。さあ来ますよ。で、ガチマッチのステージはここ。で、このね、2回目がね、ガンガゼなんですよ。よし、明日ここでライブやるか。もろもろの手配が。これは、大阪弁じゃないよな。違うね。よし、じゃあ一体リセットします。そしてガチマッチのステージはここ。ここでバトルするとすぐ倒されちゃうんだよな。だって先輩必ずマイクスタンドのところにいるじゃないですか。あのね、ステージを見るとね、まあそこに登りたくなるっていうのがアーティストの差なんでしょうね。でもこれも大阪弁じゃないね。大阪弁というより関西弁か。関西弁じゃないですね。よし、リセット。出た、天井天芸先輩ビーム、ありましたね。さあ続きまして、このガンガゼですよ。この辺ってヤシの木も多くて南国って感じだな。電車で来られる南国ですね。これも違うね。もうでも南国、ああ確かにヤシの木はいっぱいあったな。南国っぽいね。 OK。 ああ、またここでライブしたい。真夏のステージ上がりますよね。これも、関西弁とは言い難いな。なんて言うんじゃろうね。次行ってみましょう。ここでバトルするとすぐ倒されちゃうんだよな。だって先輩必ずマイクスタンドのところにいるじゃないですか。ですね。全国のちびっこ諸君、テレビゲームもいいけどもっとバトろうな。お姉さんとの約束だぞ。いいね。おっしゃ、お前ら、ステージの上から塗りたくれ。またにされちゃいますよ。これは、姫の喜びの表情ですね。飯田ちゃんは困ってます。バトルで熱くなるのもいいけど、水分はこまめに取るんだぞ。姫先輩の優しさでお腹いっぱいです。おー、姫ちゃん優しい。みんなもね、水分はこまめに取るんだぞ。はい、次。あ、ガンガゼステージのスタッフさん、お世話になってます。先輩、ニュース読んで、ニュースこれはスタッフへの挨拶ですね。特に関西弁ではないですね。次。先輩、真ん中の高台は危ないですよ。私そんな言い方してますか。飯田かわいいあ、姫ちゃんもかわいい。結構ね、レアなポーズですね、これね。両方とも。
この辺ってヤシの木も、あ、これあったな。この辺って、あ、ヤシの木ね。ヤシの木見たよ。クラゲちゃんプルプルしてる。これ特定のニュースを出すのって結構ね、難しいんですよね。なんか出ねえかな。このステージ見てるとテンション上がってくる。野外ライブ思い出しちゃいますよね。あ、これ初めて見たけど、二人とも喜びの表情だね。でも関西弁じゃないな。次。南国だ。今日はなんか眠いから接紹介できねえ。え、眠い？頑張ってください。これ初めて見たら。なんだ姫ちゃん、大丈夫かよ。あー、またここでライブしたい。眠そうだな、今回はな。でも違うな。次。このステージいつもボロ勝ち。私に歯向かうとか100億光年早いよな。光年は距離ですよ。ここでバットするとすぐ倒されちゃうんだよな。おっしゃ、お前らこれ見たな。いいだ。このステージにある機材とか、機械オタクとしてどうなん？お、これかな？どうなん？お、オタクじゃないです。マニアです。マニアだったのか。で、この飯田ちゃんのね、ぷいってした表情も結構レアなんですけど、これっぽいな。関西弁かどうか、別として。いいだ。このステージにある機材とか、機械オタクとしてどうなん？どうなんっていうのね。これ広島でも、まあ、どうなんって聞くんですけどね。多分、どうなのっていうのが、標準語ですよね。どうなん、ね、あー、多分これだな。今ね、もう30分ぐらい、このニュースを見続けてるんですけれども、そろそろ、この、ガンガゼも終わりそうなんですけど、やぐらやりてえな。どうなんじゃろう。多分これだと思うよね。これ、だな。OK。やぐらしよう。はい、マッチングいたしました。ガンガゼ野外音楽堂ですね。ここでやっていきましょう。その機会ってどうなん、行ってみましょうね。なるほど、竹ちゃんがいるね。あっちはローラー若葉、ローラー若葉、あれにあれ、若葉いっぱいおるな。若葉3人おるわ。裏からは来てなさそうだが、はいはいはい、なるほどね。オッケーオッケー。あ、上にいるな。はいはい。何にいるんだ。ローラー速攻。あ、やらへんかった。うわー、悔しい。突っ込んでって死んだだけだ。何しに行ったんだ。あー、フライドポテト M か。 M サイズだから今の俺なら食える。 L サイズはね、たまにきつい時があるんですよね。うわら。やばいやばい。 M サイズもダメなのか今の俺は。そこに入ってんのか。うわ、それやれんか。これはマジだ。行くアマゾン。やば。何？知らないのか。よし、いける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 。こっから、こっからよ。絶対こっからいける試合だって山のようにあるんじゃけね。ここで諦めて放置するようなやつがおったらもうダメなんだけど、俺はそんなやつはいないと信じてるぞ。ほら、ほら、やってく。乗ってっか。シャープマゴールだ。シャープマをやっていこう。シャープマやる。で、若葉か。若葉っていって、あ、ミスター。ちょい右、ちょい右だった。ちょい右。いや、いける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 。そこでジェッパー吐いてんな。謎ジェッパーをお見舞いしてやれ。ここまずいかね。よし、ローラやる。やれねえのか。
やったか。ローラやったけども、やばいね。他の面々が活躍してんな。死なないで。そこで絶対死なないで。いろんなところから回っていってよ。シャプマが来てる。ローラだ。あっと、危ない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 。いやー、ボムだった。ボムにやられて。どうすかな、まとまりのないこのチームをどうやったら勝ちに導けるのか。それはいける、今だ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 よ。乗ってねえのか。今乗らねえと全身出たから、とりあえずもうスピード上げて相手のとこ行こう。オッケーオッケー、ナイスナイス。それでかい、それでかい。よし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 。死んだな。あそこローラーがおるな。上に若葉で、あれ違うな、若葉じゃねえな。よし、ローラ来た。ローラ釣れるぞ。ローラ釣れた。ナイス。いけるいけるいける。竹ちゃん頑張るよ。俺も頑張るぞ。うわー、やられた。乗ってくれ。うわー、そこで乗ってくれ。ちょい乗り。よし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 。これ飛ばん方がいいな。飛べるか？飛べないね。3人死んだらさすがに飛べんわ。そら、無情ってやつだよね。ローラーあそこ。よっしゃ、ローラー切ってる。やばい。おっとっとっと、ボム地獄だね。どうしてこんなにボムがあるの？上乗ってないな。どこ行った？後ろか。後ろにおって、俺、あそこにローラーがおった、くそー。今、インクがあれば。ああ、ああ、いけるいけるいける。よし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 。やぐらやぐらやぐら。やぐらに乗らねえと。よし、乗ろう乗ろう。いいよいいよ。上だ。で、どっから来るか、どっから来るか。こっちか。甘いよ。よし。うっそーなんでやねー、そこ見てないか。はっ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 は。面白いじゃねーか。みゃ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 。オーケー、チョウザメ造船やっていきましょう。ガチヤグラです。アルです。チクピ、竹あっち。で、若葉若葉の、あれはブラスターか。で、こっちが、おい、どっか行ってんだ。あれ、ブラスターがあっちにな。ブラスターそこにいる。はいはいはい。なるほどなるほど。こっち来ると思って、やばいやばいやばい。危ない、危ない、危ない。あれは危ない。ブラスターそこにいんな。オッケー、乗ってくれー乗ってくれー。撃てるか。オッケー、カモン。俺も乗っちゃう。一緒に乗ろう。俺行っちゃう。あっちか、そこか。竹降りてこい。誰か降りてこい。戻された。竹降りてきた。竹降りてきて、竹降りてきた。よっしゃーらい。えい、ナイス。カモンよ、カモンよ。あれ、ほっとこ。よっしゃー、上に上がってきて。で、下がると。ね。で、俺もこっち行って。ナイスナイス。そのボムナイス。こんにちはー。コンチュアスしておいて、
オッケー。コンチワス決まったね。コンチワス着地。いやー何それ、聞いたことない。イエーイ。でっちゃーちゃっちゃっちゃ、みんな頑張ったね。オーライ。俺 S プラスだったのか。はい、マッチングの超ザメ造船のマッチングです。やっていきましょうね。ガチヤグラなんで、ガチでヤグラに乗っていく、それだけしかねえ。相手は赤ザップ、チャージャーに、ローラーに、あれはバリアブルローラーとカーボンローラー、デコ、カーボンってデコっていうかね。あそこなんかいるな。はいはいはい、バリアブルローラーね。オッケーオッケー、なるほどなるほど。俺こっから行ってビャヒョってやれんじゃない。あそこにバリアブルローラー行って、で普通のローラー来て、あれあれか、あはは、来た来た、トトさん。あら、一緒じゃん。俺も家でトトって呼ばれてるよ。お父さんのトトね。リードされとんやないかーい。カーボンね、カーボンね。オッケー。で、はいはいはい。そこ見逃さねえよ。一旦さよなら。はいはいはい。こっち流しておいて、ガチ乗られて、うわぁ、ローラー、よっしゃ、あれやっておいて、で、そこだ。チャージャーやる。で、カモンを押しておいて、乗ってね。俺、そっち行くから、と見せかけて行ってない。オッケーオッケー、あそこにおるだ。あそこだ。どこ行った？チャージャーに見られてる。クイボか。カーボンクイボにやられて、リーダーリーダー、オッケーオッケー。いや、そこ、カーボンでしょ、あれ。カーボンいけるよ、いける。やめとこう。ナイス。ナイス。そして俺が丸みさと同時に、どうもー。チャージャー見てんな。チャージャー見てて、赤ザップ、ジャンプ、あー、チャージャー。さすが。さすが、鷹の目と言われたことはあるな。ゆりかもよさん。言われたかどうかわかんねえけど、言われたことにしておきましょう。何？後ろから来たって、俺は目はその辺についてるぜ。どの辺だ。やられた。やばいやばいやばい、全落ちじゃ。あ、登ってくるよね。はいはいはい、いよいよ。焦らない焦らない、一旦やっておいて、で、3落ちか。あとはバリアブルローラーだけだけど、バリアブルローラーはどこにいんだ。よし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 、ちょちょちょい、チャージャー登ってんじゃん。ほらー、よしよしよし、引きずり下ろしていく。これはやばい、一旦逃げよう。よし、ナイス逃げ判断。あー、やばい、チャージャーあそこにいんのか。で、これ乗ってもあんま意味ねえな。乗ってもあんま、シャレーわー、やられた。2か、相手残り。これはやばいね。いろいろ死んだな。相手は、あ、これやられた。どうもゆりかもめにやられ、ゆりかもよさんか。かもめじゃねえ。そこ、オッケーオッケー。よし、じゃあ、後ろから来てるのを、やりに行こう。オッケー。で、カーボンか。カーボン。カーボンやる。で、そっから、来るね。ほら、避けていく。で、チャージャー上か。チャージャーやる。うわー、やばい、いっぱい来た。
一人しかおらん。ああ、タラバの楽器にやれた。タラバガニってことか ?37 秒。オッケー、そういう感じね。いいよ、いいよ。相手どっから来る？そっちから一人、二人、ローラー一人、二人見えた。あそこに潜んどるね。今、ローラーあっち行ったよね。チャージャーやる。うわー、赤サップにあれだ。ローラーね、多分この辺に一匹おる。あれはね、近づいてきた時にバシャって出てくるパターンだけ。いけるか？いけるか、いけるか？ザッポラン、ローラーやる。で、赤チャップ、チャージャー後ろか。で、こっちから、四角が来てないかな。うわー、やられたー、終わったー。終わった。終わった、終わったよ。てるー。よし、ご視聴ありがとうございました。いやー、楽しいな、やっぱり、スプラトゥーン。喋りながらやると考えることも多くて、超楽しいぜ。キルしかやってねえ。ピリピリ。OK、ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。じゃあねー、バイバイ。